キャンプワンから今日はあの傾斜を登ってキャンプツーに行くのかな。あれっす、鼻が干渉する。これ多分行けると思うんですけど、今日はこれで。今日のメガネがぶっ壊れました。今日はあの上の方まで行ってきました。順応ですかね、これ、です。今は夜の11時なんですよね。これ11時なんですけども、こんな感じです。これから夕飯です。あともう一つ、これを南極の上の方まで荷物を持っていくことがあんまりできなくていいんで、何を持っていこうか迷ってるんですけど、メガネはまあ今回の日数分を持っていくんですけど、こいつはやるか待ってます。これどうしようかな。